沖縄の中松さんとこが穴組とドンパチ始めちゃったらしいんだよ。でどうしても助けてくれって親分に泣きが入ってさ、まあうちとしても人出さなきゃいけなくてさ。村川、お前何人か連れて行ってくんないか。北海道の時はうちの若い人3人も死んでるしな、あんまり乗らねえな。そのおかげで今の島もらったんじゃないか。だいぶ羽振りいいらしいしな、それぐらいの恩返しだよ。どうしても親分の方から助けが欲しいって言われて来たんですけど。お前とこの親分がどうしてもってよこしたんだ。大したことじゃないんだ。あの後東京に出られてます。いいな、しばらくここで様子を見ると。ジャンケンポン。お前ちょっと狙いよな、噛んでなかったぞ。危ねえじゃねえかよバカ野郎、この辺取んなかったかおい。バシ捕まえて死にあげるしかない。あの人は引きに行けなくなった。荒っぽいことやってきましたからね。なんかもう疲れたよ。金持ってると嫌になっちゃうんじゃないですか。